鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。はい、始まりました「週刊マインクラフト」の時間でございます。はい、今回も元気にやってまいりましょう。私が FB37 です。そして恐竜が大好きキックマックスはアルマットです。エです。さあ前回、惜しくもですね、トライデント入手できずということで、ですが今回はもう最初から全力でトライデント探していきましょう。全力で行かせてもらう。正直若干ついてないわけですよ我々。絶対10匹以上倒したし、日が変われば条件も変わるから。そうそうそう。しかもそのついてないポイントが今溜まってるから逆に、ね、確率は収束する。すげえ。ついてないポイント還元中。理論武装ってことは今回4本一気に出てもいい。ああ、開始5分で出ちゃうねこれは。ああ、これはね、出る。パチンコで負けた時次回はじゃあ2倍勝つだろうっていうクソ理論だから1回いけるよ今回は。お、夕日が出てきましたね。いいですね。もうすぐ狩りの時間だ。マンアントの時間だ。マンアント人間アリ人間アリの時間来るぞ。キメラアントじゃん。よっしゃ、人間アリを駆逐せよ。いた。ああ、いるいる。どこにあ、いた。早速いました。いける。よし、フルエンチャシャンになれる。これでついでに水中作戦も作ってやべかな。村にゾンビ湧いてきた。ああ、そうだ、お前ら村から離れた方がいいぞ。ちょっと待って、何匹いんだよ。トライデント2匹います。無理。いや死ぬ、マジで死ぬ。強えんだなトライデント。危ねえ、切断した。頼む、デスポーンしてくれ。助かる。いやダメだ、デスポーンしねえんだなこいつら。いやマジどうしよう。うわ死んだ。うわ殺された。うわー、いやーやっちまった。また別の海に行くか。また海においでよ。海は広いな。暗すぎ楽しくなさそう。もう海には行かない。うわー、グエーやられたんご。また村人プラスからだ。うわー、マジやっちまったな。うおー。お、セクシーコマンド。龍神丸です。あー、渡る。いて。俺も早く出かけて。こっから脱出した方がいいな。なんだあれは。ほっ、深いぞこれは。いやそんなんでもない。はい、宝の地図見て。誰わあ、トライデントラウンドだ。さあトライデントラウンド果たして出るのか。もう出してくれ。どんだけだよ。俺が宝あさりに来てたら、どこだあいつ、どこ行った、どこ行って、目の前だ。うわー、痛いぞ。あー、僕もとうとう見つけました。海を。そろそろ村から出なければ。出ない出ない。出てないよね。出ない。本当に出るのか怪しくなってくるわ。いや、本当に。ちょっとついてなさすぎじゃない。お、でも。ついてないよ、一。こっちはオウム貝を2個手に入れることができた。おお、ここすごい。おお、ここすごい。いいぞ。沈没船と遺跡が重なってる。俺にはドラウンドもにっこりだろ。にっこり。しかも、あっぶなー。このチェストの中に。死ぬ。わーい、遺跡だ。やったー。もう見た。見てない。やべえ、夜明けだ。日本の夜明け。あ、いた。いた。なんだこの数。ああ、俺のボートがドラウンドに占拠された。なんでこいつらマジ出るときアホみたいに出るんだろうな。どんどん殺していくトライデント文字がいて。砂漠ゾンビってもんね。俺は闇行くよ。ランダ行くよ。頼む、出してくれ、もう。とりあえず1個出してくれ。どんだけ出ねえんだ。もうトライデント探しに4、5時間使ってるぞ。一応トラップタワー作った方が早かったかもな。え、ドラウンドのトラップタワーなんて作れんの？あるみたいよ。はぁ。え？でもめちゃくちゃ大変そうだな。出ないわ。おー、いっぱい来ると思ったらイルカだった。あー！トライデント、ポリデント。いいね、アルマ、トライデント持ち。発見してるよ。いい感じで。いいよ。頼む。ノートライデント。いやいや、その調子。ノートラ。神トラにならないとそろそろ。あー、トライデント。おー、来た来た来た。うわ、めっちゃ出た。こいつらやっぱ、湧くときすげえ湧くな。なんやねん。ワクワクさんだよ。ワクワクさんだ。こんにちは。どうも、ワクワクさんだよ。あー、重い。こんなときに重い。なんか重たい。危なかった。なんでだ。今すごい重かったよ。ウケる。もう出てくる。ワクワクさんじゃねえだろ。どうもワクワクしてる人です。出ない。ワクワクしてる人だった。ワクワクしてくれ。ワクワク。ここに刺さってる。くれこれ。ワクワクを100倍にしない。パーティーの主役はいない。はちゃめちゃが押し寄せてない。パーティーの主役はいない。ワクワクを4倍にしない。パーティーの主役はいない。何回繰り返す。すごい楽しそうにしてるけど、このネタが分かるやつももういないんだろうなと思うと、ちょっと悲しくなるよ。マジでそうなの？そうですよ。そろそろ私も行こうか。お、ついに来た。本命。まあ、鉄装備で、鎧一つダイヤだったら全然いけるよ。なんだ。うるせえな、なんだ。何があったんだ。プロテインバー。あー！ドロップした？どうした？お、持ってたのかよ。持ってた、おかしいやろ。持ってる。手にインベントに入ってる。よくやった。やっと手に入った。帰ってこい。なんとか帰ってきてくれ。帰ってくるか、もしくはそれ使って増やせ。いや、中性つけないとね、投げっぱになるから危険だと思う。けどこれあれなんだよな、もう耐久力ほぼゼロなんだよな。直す方法ってどうやんの？なんだろうけど、調べろ。数本とかトライデントで直すしかないんじゃないか。マジか、2個1。おいトライデント？それ。まあ、普通に考えてそうだね。おいトラは結構辛いぞ。おいトラやばい。おー、村の外ゾンビやばい。あった。一旦これを理覚する。トライデントは修理できるの？調べてみました。あ、いいね。そういうの重要。どうやらトライデントは修理できない。何らかの方法で修理するみたいですね。でも、現状、修理できないようです。やはりもう一本必要なのか。もう一本だね。ああ、もう一本必要なんだね。2個1でしょ。修繕かなとこ、またはトライデント同士の。ああ、修繕。村人プラスだ。村人。修繕。え、どんぐらい耐久力ないの？もう本当にないの？いや、多分一回使ったらもう。いやー、じゃあ使えないのか、現状では。そうだね。修繕のエンチャとか見つけるまで使えないと。ああ。大事に保管。せっかく手に入ったのに試し切りできないとは。いや、だからもう一本手に入れるしかないな、やっぱ。きつー。いやけどやっぱこれ流れ来てるわ今日は。前回1回も手に入んなかったのに。確かに今回流れ来てる。流れ来てる。連続で手に入る可能性ありますよ。じゃあキックに任せた。何を？村人プラス。村人プラスは俺は初心者だよ。大丈夫。誰もが最初は初心者なの。そう。そんなに優しいジャンルだったっけ？すぐ怒られてた気がするけど。新参者をね、大切にしない。そうそう。教会は廃れていくだけだから。そうそうそう。にわかとか言って。優しい。じゃあまず何から始めたらいいんですか？は？自分で調べろ。厳しい。トライデント装備してないドラウンドも落とすことがあるらしいぞ。え？何パーで？ 2.5 パーっぽいけど。ああ。マジかよ。それならなおさらついてねえな。絶対30匹なんて倒してるって。3、40匹なんて。でも、それだったらちょっとね、ドラウンドも倒しがいがあるってことに。うん。ちょっと嬉しく感じます。ここで私参戦決定。お、頼むちょっと。来た。来たー！いた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 ！ふぉー！てめぇ！ここであったが100年目！おぉ、村雨。お、強化人間。人間みーゆー元気？どうだ？元気だよー。かー、落としたねー。ちょっと迎えに来て。落としたー！マジかー！来た！よっしゃー！しかも体型の半分ぐらい残ってる。おお、いいねー。おお、大量。大量だ、大量だ。あ、乗ってんじゃねえ、てめえ。乗ってる？ヘイ！イエーイ！乗ってるタイム！イエーイ！イエーイ！ヘイヘイヘイ！さあ、この乗ってるタイムでは、イエーイ！4人がどれだけ乗ってるか証明してもらいます。イエーイ！イエーイ！さあまずはキックンさんからお願いします。イエーイ！はい、ワンターレンゲーム。はい、ワンターレンゲーム挽回のチャンス。イエーイ！はははえはイエーイ！イエーイ！ヤッホー！ルパンゲーム！ルパンゲーム！イエーイ！オイルパン。オイルパン。オイルパン。ルパンだぜー！はい、違いまーす！何が違うんだろう。どっちが違うの？だから、その、やり方が違ったのか、ルパンダジェイ、ルパンダジェイがやっぱ気に来なかったのか。ダメだったのか、どっちが何がダメだったのか。やっぱルパンダジェイは個人的にはちょっとダメかなとは思うけども。うん、でしょ？違うと思うの、私。なんでヨーカマみたいなといけない。違うと思うの、私。また夜が明ける。明けるか。全然いいな、この海。ポテンシャルが低い。帰ろ。ああ、死んだ。基礎戦闘力低すぎる。いや、帰ったらもう、こうなったらやっぱ村人タワーの建設を始めよう。村人タワー。怖い。リル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 リ。いや、やめよう、村人タワーは。やめるんだ。お？ウェイ！ウェイ！あれ？星くん現る。星くんがいた今。でもちょっと星くんだもん。急に下からボートを破壊されてドラウンドに襲われ始めた。すげえ。汚い星くんが現れて今。かわいい。熱帯魚かわいい。やべえ、スケルトン何匹いんだよ。やべえよ。全部熊の実だ。かわいい。よし、中性。つけちゃうぞ。忠誠を誓おう。こいつら本も要求してくるけど、本ぐらいもうサービスよこせや。さあ、忠誠の本と交換しました。こいつをかなとこで。来た！忠誠のトライデント！よっしゃー！こいつの試し切りを吸っちゃうぜ。まずは牛だ。おら、あれ、おお、もったいぶった一言。牛は一撃か。いや強いと思う。これでやっと2本か。とにかく修繕だな。修繕さえあればこれが完璧な状態になるわけだ。確かにこれ一応2本は確保できたことだからな。ああ、なんとか村人プラス頑張ろう。よし、じゃあもうここに村人バトルタワーを作ろう。村人バトルタワー、ついに積み上げちゃう。コンポスター置いて、でこいつらラチールと。でも真横に置いちまうと、こいつらが。ムカつくんだけど、この竹林。え、竹林くんが？竹林くんマジ、長すぎてムカつくんだけど。出れないんだよね。横からはまず出れないからな。超頑張んないと。ムカつくー。長すぎる。竹林くんがムカつくんじゃなくて、キッくんがムカつくだけでしょ。はあ？そうとも言うね。結果それ。結果それ。ねえ。あれ？もしかしてこれ、ゴーレムトラップも完全に飲み込まれてる？飲み込まれてる。どんだけ増やしてる。やべえ。ハロマ。ヒント教えてやろうか？お、なんだ？あ、ヒント。炎。ヒント、それは。これから毎日。家を焼こうぜ。竹を焼こうぜ。なんだここの木。完全に半分に切り取られてる木がある。なんだ一体誰の仕業だ。何か能力者の仕業か、これ。まあ、トライデントも手に入ったし、火つけるか。関係なくない？仕事したよ、ジョブジョブジョブ。ん、これ入り口か？こっか？入り口、職業への入り口、仕事、労働への入り口、喜び、ジョブ、ジョブ、ジョブ。うるさ。うるさ。こいつらジョブらねえ、なんてだ。問題ないと思うんだけどな。OJT が終わってないんじゃない？まだ。OJT？ 狭すぎると働かねえのかね。可能性あり。めんどくさ。やっぱそうだわ。狭いとダメなんだ。初めて知った。なんだ、一瞬で。ああ。関連付けてボートに乗せちまえば、もうクリアだろ。帰ってきたんご。よし、完璧。もう一匹も。一回取引しちまえば、お前ら農民の道を歩まざるを得ない。はあ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 。再就職させると、エンチャント内容が変わるらしいぞ。エンチャント内容ってどういうこと？エンチャント内容じゃねえや。取引内容が。ああ、そうだね。だから、まあ、たださ、結局さ、最初の再就職の最初の段階じゃ結局最終的な交換内容って分からんから、厳しいよね。一発目ぐらいの本でも、修繕が出るっぽいぞ。なるほど！それはいいね。よし。ちょっとこの形、なおかつ、次回は修繕を目指して頑張っていきましょう。Yes. はい。MSSP の動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。ライト当たってないよ。MSSP はですね、ニコニコ動画、そして YouTube の方にですね、もう少しチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いします。香料足りない、香料。あ、いいね。あ、いいよいいよいいよ。登録ボタンの方は上にあったり、下のですね概要欄の方にですねあったりしますので、ぜひそちらの方でご登録お願いできれば何よりでございます。